五点免除の制度っていうのは実務経験なくても使えます五十問中五問をなんと全問正解扱いにしてくれるっていうですねまあ素晴らしい制度なんですよ簡単に言うとデータなんですよ合格率はかなり上がるんですよ 田原女性諸子の不動産大学、宅球試験、5点免除は必要なのへーんということで、今日はですね、今、不動産会社に勤めている方で、これから宅球試験を受けようかと思っている人の中に、ですね5点免除をです、ね、利用しようかどうか、ちょっと迷っているっていう方、結構多いんですよ。で、5点免除が必要かどうかっていうところで,ですね、ぜひちょっとズバリこの動画で言っていきたいと思います。で、5点免除って何かというとですね、まあ、所定の履修科目を通信とスクリーリングで受講することによって、宅球試験の50問中、5問をなんと全問正解扱いにしてくれるっていうですね、まあ、素晴らしい制度なんですよ。 ただですね。この制度を使うのは、ね、ネックなところが2つあって、1つはまずお金お金かかるんですよ。まあ、その実施期間によるんですけど、だいたい2万円弱ぐらいのお金がかかります。2つ目、ね、これがまあ、ちょっと時間がかかるんですよ。2日間拘束されるんですね。なので、まあ、ちょっとそのスクリーニングを受けるって言うところも、仕事しながらとなかなか難しいところもあるんです。まあ、会社によってはですね。その辺ちょっとうまく調整してくれるとか、そういうところもあるかもしれませんけども、ちょっとその辺がネックになってですよ、ね。お金がかかるって言うと,と,ところと、スクリーニングのところですね。2日間拘束されるっていうところでまあ、ちょっと受講しようか。どうしようかなっていう悩んじゃうっていうところはあると思うんです。 けども、これズバリ言いますね。これ、絶対に五点免除は使ってください。もう、これはですね。 たあの不動産会社、業者を勤めてていいる方必ず御殿免除は使ってくださなんでかっていうところですよね5点、まあ、プラスアルファされるからっていう単純な問題でもあるんですけども簡単に言うとデータなんですよデータがあるんです5点免除を使うとですね合格率はかなり上がるんですよこれ具体的にデータがあって例えば去年の2019年のですね合格率皆さんご存知ですかね去年の合格率で17%ちょっと高かったんですけど去年の合格率は17%ですじゃあ5点免除を使った人だけの合格率これですねなんと22.9%なんですよ 5近く高いんですねこれ去年だけじゃなくて毎年大体発見試験の合格率大体いい15%ぐらいなんですけども大体いい20%ぐらいなんです5点目以を使った人の合格率って5%ぐらい高いんですよ。 これすすごいい大きいんですね。5%も高いってだから要はそれだけ5点免除を使った方が合格率は一気に上がるっていうことなんですよで。もっと言うとですねあの5点免除の科目ってですねこれはまた結構範囲絞りにくくて結構範囲広いんですよ。で勉強しようとすると結構時間かかってややこしい分野なんですね。かといって5点もあるんで、まあ、完全無視することもできないんですよ。なので試験勉強していくとこの5点免除を使わないとここにすごく時間を取られちゃうんですね。 ただ五点免除さえ使えばここ一切無視できますから他のところを卓研業法だとか権利関係を勉強する時間に費やせるんですねそこが非常に大きいんですまずそこに対して費やす時間を別の科目に費やせるこれは非常に大きいんですこうって勉強してみるとわかるんですけどこの五点免除を無視できるっていうのはかなり大きなポイントになりますそれあともう一つは私はこれも個人的に私も五点免除を使ったんですよ試験を受けた時にですねで五点免除を使うと精神的にとにかく楽です 万が一ですね、最後自己採点してですよ。合格点に5点足りなかったら、もう多分後悔してもしきれないですよ、これ。あの時やっときゃよかったなって絶対になりますよ。やっぱ5点免除使ってると、もう試験当日も結構気楽なんですよ。5点もありますから。それぐらい結構有利なんですよ。なので、5点免除を使うことによって、精神的にある程度余裕を持って試験に臨めますし、後で絶対後悔しないっていうところなんですね、それは非常に大きなポイントなんですよ。特に5点免除が効いてくるときっていうのが、平均点が下がった年なんですよ。 まあ難しかった年ですね試験問題が。で平均点が高いよりは試験問題が比較的楽だった年っていうのは勉強していた人と勉強してない人の差が結構開くんですよ。いや勉強せずに記念受験みたいで来た人とある程度勉強して臨んだ人の得点差が開くんですね試験の、うん、出題の難易度が低い時っていうのは。勉強しない人はもともとあんまりと,いうことに取れないんですけども難易度が低いと勉強してる人は特段取れますからそこで差が開くんですよ。ただ 問題なののは試験のないのが難しかった年ですねこの年っていうのは勉強してる人でも得点落としちゃうんですよ。全く勉強してきてない人とある程度勉強してる人の差が詰まっちゃうんですよ。でこの時に5点免除があるとかなり救済されます勉強してる人は。なので平均点が下がったりしてくる年に関しては特に5点免除を使ってると。 命拾いするってことになります。ちなみにですね。5点免除って1回使うと3年以内の試験は有効なんですよ。なんで、例えば今年5点免除の講習受けといて、万が一、今年竹の試験、ちょっと受験することは難しくなったとしてもま来年とか再来年受けてもその5点免除使えるんです。万が一今年受けられなかったからといって2万円弱ぐらいが無駄になっちゃうってことはありませんので。 まあそういったところでは、まあ、一つ作りがありますよね。でそれから、これ、五点免除を受けるにあたってですね、実務経験自分にないから受けられないやって思ってる方いらっしゃるんですけども、実はこれですね、五点免除の制度っていうのは、実務経験なくても使えます。これですね、宅建業者に従事していて、従業員証明書を発行してもらえる会社であれば、誰でも受験できるんですよ。宅建業者で働いても要は、誰でも受験できるっていう状態にもなってます。昔は実務経験とか必要だったみたいですけど、今はもう必要ないので、宅建業者に勤務してて、今年卓券を受験しようと思っているのであれば、もう、 間違いなく五点免除は使ってください。 五点免除を使って後悔することは絶対にありませんので、絶対使っててよかったってなると思います。五点免除を使うことによって、試験時間も、あの勉強時間もすごく有意義に使えますし、試験当日も精神的に楽な状態で挑みます。合格率はかなり上がります。それはもう、五点免除を使った人の合格率が、使わなかった人の合格率が5%高いっていうのも証明されてますから、絶対に使ってください。試験難易度自体が一気に下がりますので。ということで、2万円弱かかりますけれども、それだけの価値は絶対にあります。ということで、五点免除は絶対に使った方がいいということでした。 今日の知識が役に立ったという方はチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。ということでではまた明日